えと皆さんこんこにちは名古屋大学のババアでございます、えー、と今 JST の,の内山様からクレスト先駆けの概要についてご説明いただきましたが、えー、これから少しお時間いただきまして、えー、今回の新しい領域につきまして、えー、その概要をご説明申し上げます。 えっとまず最初に戦略目標につきまして、本年で新たに文科省から、ここにあります細胞外微粒子により弱化される生態応答の基準解明と制御というものが提示されました。この本の中の244ページをご覧いただければと思います。えっと、もう戦略目標はずいぶん前に発表されておりますので、えー もうご覧になられた方も多いかと思いますけれども、この戦略目標、まあ、少し長い文章ではございますが、それをまとめたものが、これから3枚ほどのスライドに出てまいります。達成目標でございますが 達成目標は、細胞外微粒子に対する生体応答基準の解明や、それに必要な技術開発、微粒子の体内動態制御に向けた展開による将来の医療や産業用等に向けた基盤研究を推進すると、この一言につきます。で、具体的な達成目標としましては、この3つの柱が提示されておりまして、 えーまあ、これもうご覧になれたことは多いかと思いますが細胞外微粒子の検出分離解析技術の高度化細胞外微粒子を介した生態応答基準の解明細胞外微粒子の体内動態制御に向けた展開ということでこの3つの柱をもとにこの戦略目標は形成されておりますでそのバックグラウンドとしては、まあ、こういう細胞外微粒子の研究領域が、まあ、我が国で非常に 優れた研究がこれまで多く達成されているというのが文部科学省の認識でただしその中で特に内因性微粒子と外因性微粒子が個々の研究コミュニティによって研究が行われてきてますがそれぞれ優れた研究成果が上がっていますけれどもこの領域ではその両分野が共通課題を共有して融合するための土壌を創出することによって まあ両者の互いの強みを強化共有して弱みを補うことでシナジー効果を生み出して、まあ、この3つの目標に向けて分野融合あるいは修学的な研究に発展させることで、まあ、世界最先端の研究成果を出していただくということが目標でございますで達成目標に向けた研究領域の3つの柱ということで今ご説明した生命応答基準解明基盤技術創出と制御技術への展開と この3つの柱をもとにですね最終的には外因性と内因性の融合によって、まあ、新たな分野融合型の研究領域を開拓するとともに、まあ、ここに採択された方々の研究成果をもってですね世界最先端の研究成果を得ると同時に、まあ、新たな分野を開拓していくということが目標でございます。で、えー 今回クレストと先駆けがこの戦略目標のもとに両方設立されておりましてクレストではもう皆さんご承知だと思いますが先ほどの概要説明にもありましたように分野融合のチーム構成をとっていただいて外因性内因性の融合的な研究をぜひご提案いただきたいということと先駆けにおいては できるだけチャレンジングな提案を視野に特に生命音と基準それから基準解明基盤技術開発を中心にですねご提案いただくとともに採択されたクレスト先駆けはそれぞれ協力して全体の戦略目標を達成するということを目指しております。で、えー これはこの戦略目標のもとに、まずクレストにつきまして、より詳細を私のほうからご説明申し上げます。これは、先ほどご紹介した本の127ページ、第6章の一番最初ですけれども、126ページ以降に、このクレスト領域の概要等の説明がしてございます。 でこれを、まあ、スライドを使いまして、えー、概要等をご説明申し上げます。でクレストの領域は細胞外微量子に起因する生命現象の解明とその制御に向けた基盤技術の創出ということで説明、えー、させていただく予定です。で研究領域の概要これはあの今ご覧いただいている127ページを少しまとめたものでございますが。 細胞外微粒子に起因する生命現象の解明及びその理解に基づく制御技術の導出を目的としております。でタ,ターゲットとしている微粒子は、まあ、ここに書いてある通りで、まあ、ここにいくつか例示をしておりますがこれはあくまで例示でございますので,でしかもこれは私の部屋でまあ 著作権を持っている図だけを選んでおりますからここにないからといってですねそれを対象にしないという意味ではございませんあの戦略目標それから研究領域の、えー、まあ、今の127ページ以下のところよく読んでいただいて、えー、まあ、対象になり得ると思った微粒子は積極的にご提案いただければと思います でこのクレストリの領域では内因性微粒子外因性微粒子、まあ、内因性微粒子ですと代表的なものはエクククソソームとかマイロベシクル等がありますで外因性微粒子では、まあ、ここに書いたようなもの並びに花粉とかそういった他の微粒子もありますけれどもそれらの生態における認識機構や動作原理生態応答などの知見を合わせて考えて 細胞外気微粒子に起因する新たな生命現象の解明に取り組むとともにその制御に向けた基盤的研究を推進するというのが本領域の目標でございます。で先ほどの戦略目標3本の柱がございましたがそれに対応いたしまして研究領域においてはこの3つの 柱をもとにご提案を考えていただきたいというふうに考えております一番最初は細胞ガービル種の生体細胞への取り込み体内動態の理解に基づく生体応用応答基準解明ということでこれはえっと先ほどの本ですと128ページに記載がございます でこの柱については外因性内因性それぞれ個別に書いておりまして外因性については、えーまあ、従来研究されてきたハザード動程等にとどまらずに組織細胞レベルでの認識機構等を含めて微粒子の動態の理解に基づく生態応答メカニズムの解明を進めていただきたいと。 思っておりますで内因性の微粒子については、えーまあ、細胞外傷法の形成メカニズムや生理的な意義の解明特に非常にベーシックなところでございますがそういうところの解明に重心を置いていっていただきたいというふうに考えております。で2つ目の柱は細胞外微粒子の検出分離計測解析に関わる基盤技術の創出及び高度化ということでこれはまあ技術開発の柱でございますが。 これは当然ながら1の柱及び3の柱と一体的に検討していただく推進していただくということが極めて重要です。で、まあ、こういう微粒子の解析はこれまでいくつかの技術が開発されてきていますがまだ不十分なところが多いというふうに認識しております。でそれれを開開発発するためににはこれまでの技術開発に加えて シミュレーションや人工知能等の活用も視野に入れてですね新たな基盤技術の創出をご検討いただきたいというふうに考えております。で3つ目は細胞が微ル子の体内動態制御に向けた基盤技術創出への展開ということでご詳細はまた後ほどご説明申し上げます。で重要なことはですねご提案の時にこの3つの柱のうち少なくとも2本は2つの柱は 入れたた形で分野融合的なチーム構成をお願いしたいしそういういいいい提案をお願いしたいと思いますそれから特に基盤技術開発はこれに限らずこちらやこの1番や3番でも新たな技術開発が期待されますがこれらはいわゆる使,使える技術としてですね世界標準例えばデファクトスタンダードのようなものを目指すということもぜひご検討いただきたいというふうに考えています。 それでは、○1、○2、② ○三の順番につきまして、少し詳細にご説明申し上げます。で○一の柱ですけれども、えー、まず、えー生体えー、生体応答基準解明につきましては、まあ、外因性の微粒子についてですけれども、われわれの認識は、えー、ハザードの動程は非常にいい研究が進んでいると思いますが、 これらの生態栽培の取り込みや体内動態に関してまだ未解明の部分が多いというふうな認識をしております。で、ぜひまこういった視点に基づいてですね、新たな研究開発の展開をご検討いただきたいと思います。えっとここにもあのこの後のスライドにもいくつかあの例として私の研究室で取ったデータを出しますが、もちろんこれにあの限ったものではございませんので、まこの図は。 ご参考までにご覧いただければと思いますで続きまして丸1の柱で難易性微粒子ですがこれはもう先ほども少し説明申し上げた通り細胞化症法の形成過程や保湿機構体内動態についてはまだ実態が未解明の部分が多いというふうに我々認識しておりますさらにその症法は流形によって識別区別されているというのがまだ現状であって 我々はそれをさらにより進めた研究開発のご提案をぜひお願いしたいというふうに考えております。こういう必要な観点は先ほどの128ページ以降に詳細に記載しておりますのでそちらをよくご覧いただきましてぜひご提案いただきたいというふうに考えております。で続きまして二の柱について新しい計測等の技術開発ということで。 マル、ま、三の研究を推進するためには細胞外微粒子を高効率に分離生成する技術やさまざ、あ、まな解析技術等が必要になってまいります。で、えーまあ、そういう新しい解析技術の提案もそのクレストの提案の中でぜひお願いしたいというふうに考えておりまして。 必要な観点としてはここに書いてあるとおりですが先ほどもご説明したシミュレーションや人工知能等の活用をご検討いただきたいということと2つ目のこの観点ですけれどもこういう技術開発は当然最終的には実用化を目指しますと企業の参加が重要になってまいりますがここに書いてあるとおり研究開始当初から参加することを条件にはいたしませんけれども 研究開発の進捗に応じて、適時の参加等を想定して、企業の協力、連携体制の構築を、もし可能であれば、あのご検討いただきたいというふうに考えております。で、3つ目の柱は、サイバーガイビル種の体内動態制御に向けた基盤技術の創出ということで。 えここもさまざまな技術開発が既に,すでにあるいは研究が進んでおりますけれどもまあこの領域の中で目標としてます生態音機場の理解に基づいてえ新たな体内動態体,体内機能制御技術の開発をぜひご提案いただきたいと。で必要な観点はまあここに書いてあるとおりでまあ具体例はあの皆様のお手元の129ページの一番下のところに書いてございますがまあこれはあくまで。 例示でございますのでこれに限らずですねこの分野で提案される方が重要だと思われる研究提案をぜひお願いしたいというふうに考えております。で実際に提案される際の留意事項といいますか研究総括の方針といたしましては最あ的に 先ほどもご説明したとおり今回ご説明した3つの研究の柱のうち少なくとも2つの柱は取り込んだ形で分野融合型のチームを形成してご提案いただきたいというふうに考えています。それから提案書の記載にあたっての留意事項はもうこれはもう皆さんよくご存知のことかと思いますが、まあ、重要なことは既存技術でボトルネックになっている課題を明確にしていただくと同時に 提案の実現の可能性をですねある程度予備検討の結果ととともにに記載してていいいたただきたいという,ふうに考えおりますそれから実際の研究を進められるにあたって開発の各ステップにおいて想定されるキーとなる技術開発上の問題点適用対象との関連で想定される問題点をそれぞれ整理してどういうふうにそれを解決していくのかということを具体的にご提案いただきたいというふうに思います。 それからまあ当たり前ですけれども研究開発は当初の計画通りに進むものではございませんので進したがってある非常にチャレンジングな提案の場合特にそうだと思いますが一つの方策だけの提案にはとどまらずですね その方針がうまくいかなかった時のバックアッププランも書いていただけると審査する際にその実現可能性を評価する上で説得力が高まるんではないかというふうに考えております。で続きまして研究総括官のメッセージということでもうすでに今あのご説明した内容で私がここで申し上げたいことはほぼ全て言い尽くしておりますが。 再度強調させていただきますとこの領域では外因性と内因性の微粒子これまで個別のコミュニティで研究が行われてきたものをぜひ融合するような領域を作りたいというのがこの領域の目標でございます。でここにご出席の先生方をはじめですね外因性微粒子あるいは内因性微粒子のさまざまな研究領域において 研究成果非常に優れた研究成果は我が国から既に創出されておりましてそれぞれの領域では世界的にトップの研究成果を上げているというふうに文科省 JST それから領域としては認識しております。ただそれぞれのコミュニティで融合されず進められていたという課題があるというふうに我々考えておりましてぜひ まあ1つのの提案の中でですね、この2つを融合した形でご提案いただけばまあベストかもしれませんが、まあ、最初からそういう提案はなかなか困難ではないかというふうに考えておりまして、えー、まあそれぞれの微粒子でも構いませんので先ほどの3つの柱のうち少なくとも2つを含んだ形でご提案いただいて、えー、研究領域の中でですねクレスト先駆けの両方の研究領域の中で 両者のコミュニティが融合することでですねシナジー効果を高めて重要なことはこれまでにないような分野融合的修学的な研究領域を作りたいというふうに考えています。でさらにその結果として新たな生命現象の解明や革新的な技術開発につなげていきたいというのがこの領域の目標並びに私自身の希望でございます。 でまあ、それを行うためには、まあ、この領域だけで解決できないこともございますので、えー、その他の領域等との連携も積極的に進めたいというふうに考えております。それから、えー、クレストの領域から最後ですけれども、まあ、こういう研究を進めるにあたっては当然非常に高額な装置を使う必要が出てまいります。まあ、例えばこれれはあの名古屋大学の装置ですけれども えーまあ、例えば非常に大型の電子顕微鏡を使うことでこれまで見えなかった微細な構造が見えるとかですねあるいは多項子や超解像の顕微鏡それからインビボのイメージャー等を使うことでこれまで見えなかった機能あるいはメカニズムが見えてくるという可能性は非常に高くなってまいりますけれどもこれらの 例えばこれをです、ね、クレストの予算で買うことは不可能でありますし、えー、これらも全て揃えることはなかなか難しいんですが、えー、現在、まあ、ご承知の方も多いかと思いますが文科省のナノテクノロジープラットフォームをはじめ、えー、こういう大型の装置を、まあ、共用するシステムがございますので、えー、提案の中にはです、ね、もしこういう装置を使うことが必須であるとお考えになられば こういういプラットフォームの装置を活用するといったことを積極的にご検討いただければと思います。例えば、ナノテクノロジープラットフォームは、まあ、このホームページを見ていただけると、多分全部で1000台程度の装置が登録されております。あのこれはまあ,あくまで名古屋大学の例ですが、それ以外の大学を含めてです、ね、非常に多くの高性能な装置が登録されておりますし、それ以外のプラットフォームも、ネンマールとはじめです、ね、ございますので、 そういうものの活用もぜひご検討いただきたいと思います。クレストの方からは以上でございます。